大きいなの趣味全開。はい、というわけでございました。明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、今回はですね、神奈川県の横須賀ですね、はい、横須賀の方にまで来ております。はい、というわけでございまして、本日ねちょっと行きたいところがあるので、そちらの方に向かってます。よろしくお願いします。ではでは。はい、今回は横須賀を飛び越えて浦賀の方に来ております。そう、そしてこの金井神社というところに来たかったわけですね。はい、というわけでございまして、今西金井神社というところに来ております。この金井神社ですね、2つあります。東西に、2つの社があるので、こちら2つで1つみたいな形になってます。で、船で実は行き来できるということで1回来てみたかったんですよね。ということで、今はとりあえず、西の方に来ております。はい、どうです、待ちながらのね。ちなみに源頼朝様が明神様ということで、建立されたという形になります。はい、で、あとは勝海舟さんがなんか関係してるみたいな話なんで、後で調べておきますね。確かそんな話があったような気がします。はい、で、もうそもそもですね、この明神さんっていうところがあるんですけど、これどうなのかな、もともとは修行の場だったということで、神聖な場所ということで、こちら祀られている感じです。で、主祭神ですけども、本田分皇子ですね。15代の、王神天皇だったかな、確か。そうそんな感じだったような気がします。はい、まあ違ったらコメントで言えますので、はい、というわけでございまして、もう出ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、失礼いたします。階段もね、なかなかいい感じになります。いい神社が必ず高台になりますから、本当にね、いいですね。はい、そういうわけで参拝したいと思います。よろしくお願いします。They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll fade away. 参拝させていただきました。 I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. はい、というわけで弁財天さん行きたいと思います。では行きましょう。さあ、失礼いたします。やっぱ池がありますね。それではもう出たいと思います。参拝させていただきました。はい、こちら抹茶がありますね。ちょっと失礼いたします。はい、失礼いたします。はい、こちらから淡島神社ですね、大鳥神社、三峯神社、そしてこれなんていうんだろう、泉州、稲荷神社なんですかね、まあお稲荷様ですよね。はい、でございます。はい、こちら抹茶ということで、まあアンテナショップみたいな感じなのかな。はい、というわけでございまして、こちらも、参拝したいと思います。ではでは。はい、こちらですね、弁天様、まあ、あそこが抹茶ですね。で、こちら、稲荷神社様ですね。多分船関係のやつですけども、一回ご覧ください。聖一位と書いてありますね。山福寿、稲荷神社と書いてあります。はい、
晴らしいところですね、はい、一回参拝したいと思います。ではそして実は今回の目的のものをゲットしに行きます。実は勝守りというものがありまして、西に勾玉、東にお守り袋という粋なものがありまして、こちらをゲットしに行きました。はい、というわけでございまして、西金井神社やってまいりました。いかがだったでしょうか。曇っちゃう曇っちゃう。はい、というわけでございまして、次は東金井神社の方に向かいたいと思います。よろしくです。ではでは。それでは参拝しに行きましょう。はい、それでは金井神社行きたいと思います。失礼します。おお、素晴らしいですね。まあ、こちらがね、はいですね、行政屋ですね。で、あちらが本殿になります。というわけでございまして、参拝していきたいと思います。はい、こちらが東金井の朝鮮です。なんかちっちゃい龍がいますね。いやーすごいね、見越しによく見えますよ。わかりますよ、この海が見えてますよ。ほら、参拝させていただきました。献上されたやつらしいですね。すごい。すごいな。いやめちゃめちゃいいよね。素晴らしい。いや、このナイデル感じが本当に素敵で、もうずーっと見てましたね。本当素敵でした。はい、というわけでございまして、東金井神社、西金井神社ともう出てきました。いかがだったでしょうか。とてもねいい感じで素晴らしいんですよね。特にこの東金井神社の真後ろですね、こちら見てください。海なんですよ。というわけでございまして、ちょっとね絶景楽しみながら帰りたいと思います。ではでは。いやー初めて浦和来ましたけどね、本当いいとこだな。まだねちょうどお昼時なんですけど、本当素晴らしいとこですね。いいね。いやでも本当こういうとこいいな。また来たいと思います。さて、これからなんかどっかご飯食べに行こうかなと思ってますので、ではでは、アディオス。
ますよ。結構山深いんだな、千葉って。あれのこぎり山かな。今日は反対側に来てますからね。いやでもいいとこだな。浦賀水道と呼ばれるところがそこなんですよね。一番狭いところ。めっちゃすげえ。わあ、のこぎり山もすごかったけど、ここもすごいな。まあ、よう一望できるっすね。いい感じ。すごい。で、浦賀水道が見えますよ。もうあっちですね。あっちが、多分立山の方だから、あののこぎり山っすよね、あれね。多分ね。はい、鋸南地区でございます。前はあそこからね、撮影しましたけど。いい感じですね。いやいいな、やっぱり今日は暖かいし、ほんと素敵。ちょっと霞んでるからね、あっちの方なんかスカイツリーも見れるって話だったんですけど、まあそんなのはね、うちからでも見れるのであれですけど、これから、ちょっと灯台の方に登りたいと思います。はい、観音崎灯台ですね。はい、ではでは行ってみたいと思います。夢で会いましょう。